よし、行こう。このまま、首玉攻略に行くぜ。死んでしまう。すごく危ないんだが、やっぱりやばいね。帰るか、マスター。あれ、待てよ。リクサーで MP 回復。あとね、可能なら、クリアしたいんだ、今日で。2時間だけどなぁ。回復アイテム、エリクサーはかなり重要だな。手が弱いだけ。とりあえず、アポロンと、ピタミアを歌い分ける感じかなぁ。このハイポーション、早速使わせてもらおう。階段あったの？階段じゃない、入り口か。ここじゃねぇ。タコ戦なら、回復の歌の方がいいかな。もう、ピッチカルだけど、乾燥ダメージ。それをな、普通の敵にも出してくれると相当楽なんだよ。左側から行くか。あ、行き止まりか。リクサーまた補充できた。あ、聞く敵は楽だな。助かるね。特に何もなしか。あ、こいつら石化効かないんか。あれ、こんなに硬い。わからんな。ああ。ここに入り口だからあるかな。こいつはやばい。ロギじゃない。ラミアか。ここに入り口。あら、またこいつらか。誰だ。ダークジェネラル。終了は5分になりました。延長しました。延長しました。延長っねえ。終了まであと3分になりました。何か、あるかな？強そうな敵が。イエロードラゴンか。じゃあ、いい。あ、でもなんか若干、防御、強えなぁ。歌えるのか。沈黙されてる。やっとだ。玉ねぎ剣士なんか騒いでてないよ。何も、多いな。さあ、ガンガン登ろう。隣先のフェニックスの王とか欲しいなぁ。他はそういう装備できる人いないんだよなぁ。フーマだし。そんなアイテムあったら名前はフェニックスの羽とか。どうだろうね。フェニックスの羽とかなとか、なんかのシリーズにあったような気も。ドラゴンの像。お、イベントか。ははは。かかったな。その鏡に姿を映した者は5匹の魔竜の呪いにかかるのだ。あの、周りに並べてやってるか。畜生、動けない。しっかりしろ。動画？そうじゃ、魂は不滅じゃ。よいか、魔竜の呪いを解くのは5つの心の光だけじゃ。わしが5つの光の心を探し出してくるまで耐えるのじゃ。待っているのじゃ、頑張るのじゃぞ。サラヒンの、あの手紙の5人じゃなかろうか。4人のじいさんは4人で一つっぽいけど、イングズたちが危ないのだ。サラヒメ、わしと一緒に来てくれ。魔竜の呪いを解けるのは光あふれる心のみ。そなたの力が必要なのじゃ。え？イングズだ。行きます。連れて行ってください。いいんだろうか、こんな。
イングズの名前を出しただけで、疑うことなく連れてかれたが。で、やっぱシードか。シド、力を貸してくれぬか。ルーネスらのためなら、どこへでも行くぞ。連れて行ってくれ。おっと、ここは、オーウェンの塔ではありませんか。デッシュ、死んでしまったのか。よっこらショット。きたー。デッシュ、生きていたのか。見たことのねえじいさんだな。何言ってんだ、俺が死ぬわけないだろ。やっと応援の塔の修理が終わったところさ。危ねえ危ねえ。もう少しで浮遊大陸は制御不能になっちまうとこだったぜ。リフィアたちが危ないのじゃ。次から次へとトラブル続きだ。仕方ねえ、行ってやるぜ。やっぱまあここだろうな。サルニアの王、アルクーたちのために力を貸してくれんか。え、アルクーが？もちろん、行きます。で、こいつらか。頼む、誰か一人ルーネスたちを助けに来てはくれぬか。リーダーいたんやな。いよいよ勇者の出番じゃな。よし、わしが行こう。頑張れよ。任しときルーネス、アルク、リフィア、イングズ。さあ、私たちが魔竜の力を抑えているうちに、早く。この世界を闇に包ませては、再び時を止めさせてはならぬぞ。みんな、ありがとう。よし、行くぞ。戻れるんでしょうか。戻れませんね。お、イベントだ。
よくここまで来たな。だがもう手遅れだ。闇はもうすぐそこまで来ている。お前たちを殺し、世界を完全なる闇で覆い尽くす。そして私は永遠の命を手に入れるのだ。死ねえ。さあ、来ましたね、ザンデさん。シルクスの塔のボスですね。こうか。まだちょっと置いとこうかな。装備。はい、だ。4万6000ほどか。いいね、配信。ああ、一体か。おし。ザンデ撃破。パチパチパチ。はい、パチパチありがとう。私を倒しても無駄だ。暗闇の雲はもうすでに。すべては闇に包まれるのだ。私はすべてを無に返すためにやってきた暗闇の雲。すべてを闇に包み、そして光も闇も無に返す。まずは光の力を持つお前たちをこの世界から消し去ろう。いい、ひらずし。波動砲。大事だ。死なないで。死ぬんじゃねえ。死ぬな。しっかりしてください。5人には見えているんだろうか。柱の魂を与えよう。さあ、立つのだ。蘇れ、光の戦士たちを。あと5分になりました。延長しました。延長しました。ドーガとウネがその魂を分け与えた。はい、ちょっとありがとうね。4人は蘇った。あ、ここに来て。さあ、まだやらなければならないことがあるよ。何でも過ちにより光の力が弱まった。そして闇の力が増してしまった。そしてザンデはその闇の力に支配されてしまった。とても大きな力じゃ。私たちの魂はもうすぐ大きな魂と一つになる。行かなくてはならないんだよ。もう助けることはできない。マザークリスタルの元へ行ったんでしょうか。さあ、お前たちだけが光と闇のバランスを元に戻せる。行くのじゃ、闇の世界へ。よし、闇の世界へ行こう。ええ、行きましょう。僕たちがやるんだ。さあ、行こう。さあ、来ました。とうとうね、ラストダンジョンです。
であと3分になりました。で、どこに向かうんだったかな。どうしようか。帰ってきた。クイーンスケー先に行動してくれるのはありがたい。王子があるなぁ。お、キー太郎なぁと思ったり。お、あげたいしなぁ。なんかいるよな。よくここまで来た。だがここでおしまいだ。闇は氾濫し、世界は無に帰るのだ。では闇の戦士に当たるんかな、一応。待て待て待て。適度なさん。さーて、そうだね。エアナイフってなんかあったんか。ここでね、負けるとね、セーブリタは入る前からだからな。ナギルはちょっと待とう。耐えれっかな。ケアルは間に合うか。テイスト欲張ったな。まあまあ、最悪。こうなった時が痛いんだよな。私に。次はお前に任せる。7万に減ってる。あ、初手ヘイスト、自分にかけりゃよかったな、そういえば。今日やばい。あ、トンネルに振ってなかったら倒されてたな。残り、1万5千くらい。いや、一応対象はずれてたね。ルーネスに飛び出して、アルク、打撃した。おーし。倒したいけどな。おー、6、つながり。パチパチパチ。はい、パチパチありがとうね。お。私は闇の戦士。千年前の光の反乱を止めた一人だ。さあ、私も力を貸そう。千年前の光の反乱の時も、暴走した光のエネルギーを得て、暗闇の雲は生まれたのだ。その時は我々闇の戦士が世界が無に帰るのを止めたのだが、千年前の光の氾濫により光と闇の関係は逆転している。それまでは闇を中心に光が存在していたが、今は光を中心に闇がその周りを周回しバランスをとっている。だがその光も今や力を失い闇が押し寄せている。闇の氾濫だ。これを止められるのは光の戦士、お前たちしかいない。リボンを集めよう。どこかにもあるはずだ。とりあえずは、こっち行くかな。で、リボン取ったら一旦別のとこ行くかな。あと2個あればいいんだよな。お、来た。登山でクローンか、また。ああ、さ、ケアルで対処するか。もう一個先にどっかで手に入れる。あ、対角線上行くか。あ、上に宝箱が。あれ、リボンだったらいいなぁ。オッケー。プロデスまで使ってくんのがいい。さあ、二体目。闇の氾濫は止められん。お前たちはここで死ぬのだ。ケルベロス。なんか、可愛く思えるな、14のケルベロスを。強いんだろうけどね。それ言ったらボス系でいるだろう。まあ、そうなんだけどね。三階攻撃、さすが頭に続き合い、3つあるだけあるな。さて、さて、白が、ケアルガを唱えてる間に、唱えられてる間に倒す。そう、まだ10枚以上あるぞ。ヘイスト取ってんのに、ヘイストしてんのに、ちょっと待って。あ、死んだ。
となるとお前が代わりに。そう、死ぬときついんだよなぁ。あ、声やめてくれ。同じやつに三人をやめてくれ。お、なんとかなりそう。きついんかなぁ。くそ、そいつが水中攻撃すんな。終了まであと5分に延長しました。延長しました。そう、もうそんな時間か。どうしようかな。誰だとね、ラストだね、演説。10分じゃきついなぁ。かといって終われないんだよな。枠してたら予約取れないんだっけ。予約、もうちょっと考えよう。よし。痛いね、撃破。終了まであと3分になりました。パチパチパチ。はい、パチパチ、ありがとうね。私は闇の戦士。千年前の光の反乱を止めた一人だ。さあ、私も力を貸そう。これ読んだっけ？光と闇は互いに引き合いながらバランスをとっているのだ。しかし、光と闇が混じり合うとき、そこには何もない無の世界が生まれる。世界は無に始まり、無に帰る。だが、それを拒むエネルギーがある。そう、お前たちが希望と呼んでいるものだ。世界はあるところで、また無に帰るのかもしれない。だが、まだ光の世界にも、そしてこの闇の世界にも、それを拒む希望や愛が残っている。それが残っている限り、まだ無に帰るのは早いのだ。闇の世界にも希望や愛があるんだね。FF14 でも今ね、闇の戦士が出てきたけど、一体どうなることでしょうか。あ、ちょっとお頭やばそうだから先倒す。死んでくれたな。あ、回復してない。どうし。変えたいけど、変えてる暇がないのかな。こいつだけ、後ろからでも攻撃できるからいいとして、交代して、あー、3万とかあるぞ、こいつ。あれ？ちょっと待って。あー、交代してしまった。ルーネス、何をしてる？で、100切れくんないかな。マジでギリギリは、今なんだっけ？くつかりか。そろそろやばいやつが出てくるような。なんかね、やばいやつがいた気がするんだが。闇を氾濫させ、この世界を消し去るのだ。何もかも消えてしまえ。はっはっは。死ねえ、光の者ども。あ、来た！こいつかなりやばいやつや。こいつ相手には惜しまない。何も惜しまない。初手からケアルが行く。あ、ミスりやがった！マジで何やってんのお前。バカなんじゃないの？お前次外したら怒るのかなり。勘弁してよ。ただでさえこいつやばいはずなんだな。え、こいつ効かないの？投げる。貴重な手裏剣2個も使ったんだ。思ったよりも、バリアの守りの効果が。ちょっとルーネスとアルク、一生下げようかな。2回連続できたら死ぬな。どうしよう。出たら困るかな。で、ルーネスが、こいつはどうしようもないから、ああ、先に打って、あ、まずい。次死んでる気がする。あ、大丈夫、まだ大丈夫。それならまだ大丈夫。ただちょっとキアルがつきそうだ。なんとかいけそうだなぁ。なんか DS 版こいつめっちゃ苦労した記憶がある。おーし、倒したぁ。パチパチパチ。はい、ありがとうねー。私は闇の戦士、千年万の日、前の光の反乱を止めた一人だ。
さあ、私も力を貸そう。光と闇は、それぞれ、風、火、水、土の4つのクリスタルにより、バランスが取られている。ランネが世界を停止させたことにより、4つのクリスタルのうち、2つが光を封印されてしまった。それにより、光と闇のバランスは大きく崩れ、暗闇の雲が生まれてしまったのだ。すべてを無に返すために。暗闇の雲は、浮遊大陸に残る2つのクリスタルも封印すべく、時の停止した大陸世界へと引き寄せようとして、お前たちの知るあの大地震を引き起こしたんだ。暗闇の雲の力は強大だが、光と闇の力を合わせれば、なんとかなるかもしれん。さあ、あと一箇所だね。あと一体。左下、左上、右、魔法を使ってくるんだ。もうこれ右側何もないよな。さあ、頑張ろう。B は大丈夫だよね。もうすぐ闇の反乱が完全に始まる。もう誰にも止められん。お前たちはここで死ぬのだ。さあ、アーリマンだな。アーリマン？ナイフとどっちが強い？どっちがいいんだ、これ。風に弱いはずだよな。20くらい下がりくらいだったら多分こっちが強いよな。ちょっとこいつ相手に試したい。昨日プラス防御の542か。7万もある。じゃあエアナイフの方が強いな。防御の歌やっぱ重なるな。あ、もう1000しかなかったんか。オッケー。4体目撃破。私は闇の戦士、千年前の光の反乱を止めた一人だ。さあ、私も力を貸そう。光と闇はどちらもなくてはならない。太陽とこの世界の関係に近い。ザンデは世界と太陽の関係を切り離すことで、昼と夜をなくし、時間の流れを停止させたのだ。だが、よもや暗闇の雲を生むことになり、自分が支配されてしまうとは思わなかったろう。ここで暗闇の雲を止められなければ、お前たちの世界が闇になるだけではない。光と闇、二つの世界が消えてしまう。すべてが無になってしまうのだ。だが、お前たちと私たちが力を合わせれば、まだ間に合うかもしれない。さあ、千年前と同じように、共に力を合わせ、暗闇の雲を倒そう。ちょっと奴隷が回って、しないのままなんだ。さて、いけるかなぁ、いけるかなぁ。不安で仕方ない。さあ、着きましたね。なんとかしたい。ここで全滅はかなり辛い。さあ、行こうではないか。私は暗闇の雲。闇を氾濫させ、この世界を、そしてお前たちの光の世界をも無に返すのだ。そうはさせない。俺たちの世界を絶対に無になどさせない。ここは闇の世界。光の力だけでは私は倒せん。光の四戦士だけではないぞ。光と闇の希望を力を合わせて無に立ち向かうのだ。
闇の戦士たちが。小賢しい。闇のクリスタルの力がなくとも、お前たちを倒し、今度はその光の力で世界を無に返してやろう。さあ、決戦ですな。なんだよな。血がどっちだっけな。上皮で分かれるの。ちょっとね、王とは切っときましょうか。血がダメか。薬液が効かないで。まずい。体格ついて、ケアルタでいけるかな。もう最後か。父さんいらっしゃい。とうとう来てた。来てますね。今さっきから。ガス違いや。わぁ、結構やばいな。ちょっと怖いから防御しとこう。あ、やばい、死んだか。やっぱ死んだ。うわ、くそー、くそー。くそしやがった。血がマジでいて、回復する。1点以上回復してくれると。もし、さっきは外したが、今度は信じてるぞ、お前。終了まであと5分になりました。延長しました。延長しました。延長風。延長だ。よし、触手撃破。真ん中まだ攻撃してない。いや、誰も、あれ、防御。ちょっと待てよ。で、あいつには効かないから、怖いよー、怖いよー。あいつにはね、今、物理攻撃が効かない。あれ、忍者です。怖えー、波動砲怖えー、めっちゃ怖えー、波動砲がめっちゃ怖えー。だな。あれ、忍者なの？忍者です。あれでも忍者です。正面から見るとわかるんだけどね。ちょっと、痛くないか？痛すぎじゃないか？レンダー。プロテス、これ、かかるかな？固めてるはずなのに、なんであんなに食らうんだ？ディフェンダー沈む。そう、ディフェンダー。プロテスの効果が。これでヘイト稼げる。あの子がマジで怖いわ。こちらは剣の名前だね。使って効果を発揮させている。できてるっぽいな。全員に、他で、今でいいか。ちょっと、ゲフィアの M、ピースを使えなかった。それは非常にまずい。非常にまずい。やばいぞ。何がまずいってね、相手が先行しそうな気がする。やばいなぁ。波動砲来たらアルクが死んでしまう。リレースを先に使うか、キアルが先に。もし、キアルが先来た。奪ったー。いやー、痛い。入れた？笑う。よかったっすね。一応、これ、ラスボスですね。そして、なかなかあの触手が沈まない。今何処理したっけ？あんま変わらんな。おし！触手撃破。あとは本体のみ。これ心配だから、エディクター使ってる。あ、メピアの方が、後に行動してるぞ。それは、大変良くないことだ。フェイスト切れたかな？念のためフェイストかけとく。あ、早かったか。まだ10枚以上ある。5万に減っている。と倒したよかったー、全滅しなかったよ。最初は何もない無の世界だった。ある時、光と闇ができた。すべてはそこから生まれた。はい、パチパチありがとう。27個目さんいらっしゃい。星、土、水、火、そして命。時
時はそれをまた元の場所に戻そうとする。はい、パチパチありがとうね。だが、命はさらに別のものを生み出した。光と闇を分け、その輝きを持って世界を照らし出すもの。希望というエネルギーを。いつかまた光と闇が重なり、すべてが無に帰ろうとするとき、それを二つに分けるものが現れる。忘れてはならない。そのものに力を与えているのは人々の希望だということを。夢、絶望、愛、時はすべてを押し流す。だが、それを受け入れてはならない。流されてはいけない。そこに見出さなければならない。最後に残った一粒の輝き、すべてを照らし出す輝き、希望を。みんな、ルネス、アルク、レフィア、イングズ。やったな。やりましたね。さすが本物、すごいすごい。すごいじゃないか。さあみんな帰ろう。お、自動で動いてますね。ありがとう、じいさん。なんのなんの。さーて、アムレに帰るとするかい。おう、みんな。無事だったか。よかった。何を言っとる。お茶の子さいさいよ。ありがとう。おかげで世界は救われたよ。ほっほっほ、困ったことがあったら、この4人のじいさん勇者に任せとき。またいつでもおいで、わしらと一緒に修行させてやろう。はっはっは。さらばじゃ、また会おう。サロニアだ。帰ってきましたね。ありがとう、アルソージー。いや、アルソー。あなた方の光の心が世界を救ったのです。お礼を言うのは私たちの方です。ありがとう、光の戦士たち。あなた方に教わった勇気を忘れずに私も頑張ります。本当にありがとう。ハヤシライス作ってたら見逃したようだ。おう。
今さっき倒し終わったとこですね。なんとか全員生還したまま倒せました。もうすぐかなんね。おっと、もう着くのかい。どれどれ、ばあさんが待っとるぞい。俺も降りるぜ。おー、パチパチパチ。はい、パチパチ、ありがとうね。レッシュ、どうしてかなんに？なーに、ちょっと、やぼようさ。待ってる女の人がいるからね。サリーナだよ。よかった。あの子に会いに行くのね。よせよ、照れるで。ヒューヒュばあさん。よしなさい、人まで抱きついたりして、恥ずかしい。サリーナ。レッシュ様、もうどこにも行かないで。ずっと寝込んでたの。ああ、ずっと一緒だ。ばあさん、若い者には負けてられんぞ。何をするんだい。もうしょうがないね。皆さん。おっと、悪い悪い。見せつけてしまったかの。また冒険するときは呼んでくれ。もうダメ。レッシュ、尻に敷かれるなよ。うるせえ。いつでも遊びに来なさい。ばあさんの手料理をご馳走するぞい。ありがとう。でもその前にお父さんに顔を見せなきゃね。帰ったらしばらくは家事の修行をして親孝行しなきゃな。そりゃいいわい。たかにもよろしくな。それじゃシド、レッシュ、また。サラ姫様、サスン城に帰りましょう。いやよ、もう少し遊んでいたい。お城にはまだ帰らないわ。え、サラ姫、しかし。もう鈍いんだから、もう少しあなたと一緒にいたいの。何照れてるの？みんなを先にウルとカズスに送りましょう。サラ姫様の仰せの通り、最後までお供します。照れますな。お、なんか速度がゆっくりだ。お、先にウルか。終了まであと5分になりました。カズスの先かと思ったけど、ウルだ。しました。帰ってきたんだな。延長しました。ここから始まったんだよね、冒険がね。さあ行きましょう。おかえり、ルーネス。おかえりなさい。じっちゃん、母さん、俺たちやったぜ。よくやった。本当によくやった。頑張ったね。じっちゃん、おばさん、僕だって。ああ、お前も頑張ったよな。お帰り。ありがとう、世界は救われた。
すごいすごい。光の戦士って本当だったんだね。お礼にキスしてあげる。キュッ。ダメめっちゃ怒ってる。世界は闇から解き放たれた。全部お前たちの光の心のおかげじゃ。わらわら。光の戦士、ありがとう。おう。光が。クリスタルが元に戻ったんだ。綺麗。闇は去り、輝きが世界を照らし出す。夜明けじゃ。終了まであと3分になりました。終わりましたね。お疲れ様でしたね。パチパチパチ。はい、パチパチありがとう。お、ホームも出る。うち奥のやつか。使ってないのも結構あるからな。リングとか詩人だった。時間経っちゃいましたが。クリアおめでとう。はい、ありがとうね。お疲れ様。クリアタイムは、なんぼでしょう。24時間。8分58秒。だね。約丸1日ですね。だいたい10分から15分くらい休憩挟んでたのもあるから、それ抜けば24時間で、丸1日でクリアできましたね。だ皆さんも頑張れば、寝ずに頑張ったら、丸1日で、きっとクリアできるでしょう。まあこの後ね、やり込み要素とかもいろいろあるので、裏ボスとかね、いるはずなので。わらわら。そういうのを含めたらもうちょっとは遊べるかと思いますね。とりあえず、私の枠、シリーズ踏破枠の第3弾としての、ファイナルファンタジー3の方はここで終わろうかと思います。最後まで見てくださった方、ありがとうございました。次回からね、第4弾として、ファイナルファンタジー4の方、やっていこうと思います。こちらも、PSP 版でやる予定でして、コンプリートコレクションっていう、やつで、ファイナルファンタジー4と、その、後日談ですね。他のナンバリングタイトルでいう、10-2 とかね、13-2 みたいな感じで、後日談があって、それの、話が一緒に入ってるもので、それをね、一緒にやろうかなと思ってます。で、その、後日談の The After Years っていうのは、私、ほぼ初見プレイなので、そちらはちょっとストーリーが楽しみかなと思ってます。どうなるんでしょうか。見に来てくださった方、ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。お疲れ様です。バイバイ。